それが3人おっていいんでしょ。全部で16名や。16名一番な、その3人が遅れてるって言われて、それもあったしょうがないな。やっぱりどっちも大事やからな。こちら来てらんもあれやけど、またここで。お待たせいたしました。それでは出発いたします。三陸駅、たくさんのお客様がご乗車されてきておりますので、定刻の時間より少し早めとはなりますが、臨時便ということで出発いたします。三陸駅と同時発車となっております。皆様改めましておはようございます。おはようございます。本日は諸車山ロープウェイをご利用くださいまして誠にありがとうございます。今日は朝から大変いい天気に恵まれまして、爽やかな秋晴れが広がる中でのお参りとなります。またようやく、紅葉の方も色づき始めましたので、綺麗な景色もご覧いただけるようになっております。それでは約4分かけまして三蔵駅へと向かわせていただきます。本日お訪ねいただいておりますこの諸車山は標高371メートル、山の山頂には天台宗の古刹として有名な諸車山円行寺がございます。この円行寺は今から約1000年もの昔、966年聖空上人によりまして築かれたお寺で、西の比叡山とも呼ばれております。また西国33観音第27番札所にもなっております。境内の中は大変広くなっており、主なところを簡単にご案内させていただきますと、まず三蔵駅出られまして右手方向80メートルほど進みいただきますと、首脳所入山料お支払いいただくところがございます。こちらを出られまして本堂マニレンまでが約1キロ、歩いて15分から20分となっております。また有料でございますがマイクロバスが出ており、バスを利用した場合5分ほどでマニレンのすぐ近いところに到着はできます。バスの詳しい時間は市の署にてご確認くださいませ。ただいまもみじ祭りが円行寺では開催されており、普段見ることもできないところが特別公開でご覧いただけるようになっております。マニレンの近いところでは住明院、こちらでお住まいなどがご覧いただけます。またさらに5分ほど遅れて歩いたところ、三つの堂と申しまして直堂、大光堂、上行堂の建物がこの字型に配置されます。少し揺れますのでお気をつけください。こちらが映画ラストサムライや NHK 大河ドラマ武蔵の撮影が行われたところで親しまれます。また特別公開にて三つの堂前本田家描写や、奥の方へと行きまして金剛堂、さらに奥の院開山堂がこの度、工事が完成となりまして、間近で、完成された建物を見学できるようにもなっておりますので、ぜひともお立ち寄りくださいませ。それでは間もなくで三蔵駅到着となります。ロープウェイの発車時刻は毎時0分、15分、30分、45分の15分間隔となっております。お帰りの際にも必ず三蔵駅で乗車券が必要となりますので、くれぐれもなくされないよう、落とさないようにお気をつけください。それでは三蔵でのひとときをどうぞごゆっくりとお楽しみくださいませ。お出口は進行方向を向かって右側の扉が開きます。お降りになられましたら少し足元段差となっておりますのでお気をつけください。いってらっしゃいませ、いってらっしゃいませ、
ってらっしゃるんだろう。